いただきありがとうございます。今回は奈良市東区町長に来ております。今回の物件はですね、こちらの戸建ての貸し屋になっております。早速じゃあ中に入っていきます。こちらが玄関スペースになっております。かなりね、広々としておりますね。なんでまあシューズボックスとかもね、全然置いてもらってもゆったりと使える玄関になってます。リビングに行きますね。はい、こちらが、ダイニングスペースとなっておりまして、こちらね、キッチン、ガスキッチンとなっております。こんな感じで収納もね、たくさんついておりますし、なんとですね、こちらちょっとオーナーさんのお荷物が結構ありまして、冷蔵庫とか洗濯機とかあるんですけど、こちらもご利用になりたければ使っていいよっていうことで、冷蔵庫もね2台大きいのがついてますし、こう棚とかもねついてますので、これがね家電とか家具買われる方はぜひ利用していただきたいものとなっております。でこちら奥がですね、浴室になってますね。これが洗面台付きの、浴室となっておりまして、これもね、リフォームですごくね、綺麗になってますね。で、お風呂の隣がお手洗いとなっております。こちらもリフォームしてね、ウォシュレット付きの、洋式のおトイレがついております。で、こちら奥がですね、洋室というかリビングになってるんですけど、これね、キッチンと分けて使うこともできますので、すごく便利ですね。でこちらにもね、いくつか机とか、家具とか置いてあるんですけれども、これも、必要であれば使ってもいいよっていうことなので、で照明もね、もう2台ついてますので、初期費用はね、かなり抑えられますね。こちらね、外、リビングの窓からもすごく日当たりもね、風通しも、いいお部屋となっております。では2階にね、行ってみます。でこちら側から、こんな感じで玄関に出ることができます。こちらの戸建てはですね、なんと全て洋室となっております。でこちらが1つ目の洋室でして、こちらにね、大きな1軒分の収納がありますね。結構高さがあるのですごく使いやすい収納となっております。でこちらにもね、タンス2つございます。結構ね、いいタンス置いてもらってまして、ぜひ使っていただけたらと思います。で奥にもね、もう一つ洋室がありまして、こっちにもね、タンスがあったりとか、ここにね、こう掛け軸とかこう飾っていただける、ところがありますね。でなんとこちらにも収納がありますので、まあ、収納に関してはすごくね、豊富な物件となっております。でもちろん、お2階も、照明、大部屋ともついてますね。でこちらのお部屋にはですね、バルコニーがついてます。こんな感じで結構、広々としてまして、東向きになってますね。周りの住宅街とか田んぼとかね、すごく自然豊かな感じが見ることができますね。で家具ね、家電とかもついてる、物件となってるんですけれども、なんとお家賃5万円台で借りていただける、すごくお得な物件となっております。詳しくは、当社のホームページをご覧ください。賃貸のお先では、奈良のおもてなし、奈良心で皆さんのご来店お待ちしております。ご覧いただいてありがとうございました。バイバイ。